さあいよいよ始まろうとしています。好勝負が期待できる両チームだけに誠に楽しみな一戦です。全日本対ウルグアイスタークラウンスタジアムを望めるこのサブグラウンドよりお送りします。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、ウルグアイ4人で中盤を3年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感、行くよ美咲くん。ボールは翼くん、これは何面式のドリブルだ。このボールにタックル、キーパー反応するも決まった。よし順調だ、チームにリードをもたらす。もらった、ストップだ。それアロンソ君、ここはパスに切り替えた。ここは抜かせません。それボールは友達渡せません。これは南米式のドリブルだ。マシアス君、このスライディングが決まった。パスを回す、体ごとぶつかっていった。翼君、ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。あっと、ドリブルを見送る、豪快にシュート。これはオーバードライブシュートだ。キーパーをものともせずゴール。よし狙い通りだ。何？それ、それ、サンティアゴ君、それ、ロングパスを受けます。チャージが決まった。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。パス、これは通った。ナイスパスタイム。これはうまく受け取った。マシアス君、タックルを決めた。かばして振り切った。ビクトリーノ君、センターラインを越えて攻め込む、体ごとぶつかっていった。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。次々に変わっていく。ボールは友達渡しません。行くぞビクトリーノ君、横にかわして突破。ランゼル君、飛んでかわした。松山君、ここは抜かせません。マシアス君、それボールを奪った。ドリブルで突破、体ごとぶつかっていった。後ろは俺に任せろ。頼んだよ松山君。ボールは友達渡しません。タックルが炸裂。松山君、ここは抜かせません。行くぞ、もらった。美咲くん、横にかわして突破。行くぞ、次々にかわしていく。これは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。パス、これは通った。行くぞ、このパスが通ります。鮮やかなジャンプ。ボールは友達渡しません。あっと、うまいスパイスだ。美咲くん、ここは抜かせません。ボールは友達渡しません。渾身のシュート、ドライブシュート、飛び立った。これはキャッチできない。ゾエロ君、ここはクリアだ。ウルグアイ、ここからカウンターを仕掛ける。敵陣へ攻め込みます。俺がエースキラー、そうだ誠様だぜ。マシアス君、ボールを奪うことができません。これは南米式のドリブルだ。鋭いスライディング、ここはパスを出した。ビクトリーノ君、センターラインを越えて攻め込む。ラゴダ君、ここからチャンスを作れるか。そらあったぞ、そら。ミサキ君、激しいタックル。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。このタックルは決まって回ります。あと、このパスが通ります。それは
ッシュ成功。ドリブルで突破。石崎くん、ここは抜かせません。ビクトリーノくん、スライディングでカット。連続突破で見せます。ビクトリーノくん、渾身のシュートが牙を抜いた。絶対に止める。ここはパスを出した。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。いけ、チャンスが決まった。美咲、松山くん、美咲、激しいタックル。それ、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。渾身のパスを味方に送る。任せろダニエルくん、ボールは誰でも届かない。これはごぼう抜きだ。ヒューナくん、フィールドをタイガーくんとカップル。横っ飛びで反応、キーパー止められない。このためにグラウンドに立っているんだ。ボールを緩めた。ヒューナさん、任せろ。そうだ、みんないいぞ。こウルグアイのスピードに、はい、やったね美咲くん。うん、けどさすがだぜ。もう南葛ゴールで、ずいぶん安直なね。うるせえ。タケシ、はい、翼と美咲、やはりミス松山が、あとは彼が。くしょ、それもこれも、それにあの10番、そしてその10番と10、まさかだとしたら、くそ、プレマッチとはいえ、こんお前たち気合、おう、開始です。行け金玉くん、素早く横にかわす。次々にかわしていく。金玉くん、センターラインを越えて攻め込む。マシアスくん、ここはパスを出した。翼くん、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。ペレスくん、スライディングでカット。横をすり抜けた。ドリブルで突破。ラミレスくん、センターラインを越えて攻め込む。マシアスくん、ここは抜かせません。横にかわして突破。松山くん、激しいタックル。翼くん、ボールは友達渡しません。ペレスくん、スライディングでカット。マサオくん、激しいタックル。翼くん、素早くつなぎます。スライディングで止めた。ウルグアイ、キャプテン自らによる一点突破で勝利を目指す。ビクトリーヌ君、素早く横にかわす。鋭いスライディング。ハーシアス君、パスを回す。チャンスが決まった。このタックルは確実に終わります。美咲君、素早く横にかわす。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。そうださ、任せろ。このパスが通ります。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。ここからシュートに持っていく。このシュートを正面から止める。キーパーごと押し込んだ。よし、順調だ。圧巻のハットトリックです。いけ、それ。金太郎くん、横にかわして突破。次々にかわしていく。翼くん、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。もうビクトリーヌくん、デカブツは引っ込んでろ。止めね、絶対に止める。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。ここから長い距離のパスを狙う。これはタッチを割ります。スローインからの再開です。体ごとぶつかっていった。パスを出します。これは南米式のドリブルだ。ここから長い距離のパスを狙う。ナイスパスだ。マシアス君、ボールを狙うも届かない。このスライディングが決まった。そうはいかない。タックルが炸裂。ここはパスを出した。これは南米式のドリブルだ。それ、ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。
ゴール前に持ち込んだ。見えた。ここからシュートを持っていく。レガ君、このシュートを正面から受け止める。やったぞ。必殺の一撃でゴールをゲット。もらった。それ右へ回します。そうだ、もらったよ。抜かせません。これは必殺のロングショット。ソーダ君、これはうまく受け取った。かわして振り切った。あとドリブルを見送る。鋭いスライディング。それパスを回す。マサオ君、ここで奪った。これは何の式のドリブルだ。ラミレス君、飛び越えた。ここはパスを出した。もうここでスリ抜けだ。さあゴール前です。それラミレス君、いい形でボールを奪った。ロドリゲス君、ボールを奪うことができません。よし、翼君、これはうまく取った。ビクトリーノ君、ボールを奪った。横をすり抜けた。よっしゃ、激しいタックル。そしてスライディングでカット。体ごとぶつかっていった。鋭いスライディング。よし、何、ここは抜かせません。マサオ、ゴールは友達。マサオ、スライディングで止めた。くそ、横をすり抜けた。ドリブルでボールを運ぶ。ビクトリーノ君、素早く横に飛ぶ。体ごとぶつかっていった。マシアス君、スライディングでカット。ミサリ君、タックルも決めた。全日本、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。のサッカーは世界に通用するんだ。努力は報われるってことだ。まだまだ大会本戦でも頑張るぜ。おう、これで本格的に。あたった一勝でみんないい。なんでそうだ、そんなこと。うるせえ、元からこの顔。美咲くん、フラ翼くんも試合だと。俺があれだけ伸び伸びプレーできた。ありがとう。でも最初僕が足を引っ張ったけど、今はみんなよくやった。松山を中心とした出身が通ったラインに、それに彼が期待通りの活躍。やはり彼はこのチームにかけ。ちくしょう、俺としたことが。ビクウルグアイの、あくまで今日はプレマッチだ。大会本番じゃこうはいかねえぜ。ああ、お互い頑張ろう。おい、ちょっと。なんだい。お前のその南米の。うん、俺にサッカー。そうか、今日は俺の憧れ。じゃあまたね。この前は試合途中で、これが日本の。どうだシュナイダー、お前が。今はまだ俺たちの手だが、
翼。それを見抜いたこの試合見に。ああ。みんな。お前は若林君。ようみんな久しぶりどころ。キャプテン、もう終結症じゃないんだ。ようやく契約問題に。そういうわけだ。よし。ずいぶん浮かれてるじゃん。何？今までのプレマッチの動画はっきり言って。何？若林君、パスもシュートも精度は低いし、今日の試合はうまくいっ。おい、お前は海外の。それ以上の侮辱は。僕は若林。美咲。僕もフランスで本場のサッカーを見続。ヒューガ君、練習に決ま。今世界のレベルに。ヒューガの言う通り。みんな。おあ、ああ、立花。ああ、いいな。タケシ。そうださ。この前は、え？負けたショックが大きくてよ。ついあんなこと言っけど、俺もこ。ああ、俺ももうあん。まあそういうことだ。そうださ。俺はこれからみんなと練習に行くけど。おい、それもっとへこむかと思ってたんだが、これなら。若林君。ああ、だけど世界の壁は、そして頼んだぞ。世界一。ああ、いや、ところで若林君、ん、久しぶりに勝負がしたいんだ。もちろんゴールは許さないぜ。負けないよ。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた。屈辱を晴らすためにな。おう！ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない。全勝しての完璧な優勝だ。もしもし、父さん。カール、どうした？うん、明日から大会が。そうか、いよいよカールならきっと優勝できる。ありがとう。それより父さん、父さんと母さんが別々。父さん、俺たちはやっぱり。そういえばカールはハンブルクからバイエルンのチームに。父さん。バイエルンの監督フェルスターは、カールはもう一人前の。大会頑張れよ。父さん、俺はこの大会必ず優勝する。そして世界に証明するんだ。父さん。シュナイダー。ゲ、どうした？
君は日本の。なるほど。おい。はい。うん。ん？何？あ。へえ。日野龍馬。へえ。ね。ああ。よし。ありがとうよ。
さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める新たなる国際大会、ジュニアユースワールドチャレンジ。世界に衝撃が走ったフランス国際ジュニアユース大会の中止、その衝撃の中で発表されたこの大会、ワールド、お聞きください。スポーツ大国アメリカのサッカー、そしてこれより、まずはじめは南米、キャプテンのファン・ディアス君は、このディアス君が、そして次はフランス大会は、もちろん実力者とブラジルの伝、続いて母国でその悔し、そのフランスを率いる彼の得意とする、そしてドイツを率いるのは、その他にも日本を、そして今日今大会屈指のパーフェクトキーパーと、そしてイタリアサッカーの攻撃を担う、そして日本、すごいや、でっけえスタジアム、それに ついに8月に熱戦を繰り、そして嬉しいことに同じく南葛 SC の全日本にとっては、そしてもちろん世界の強豪相手に、俺たちの世界へ、オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14、ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を、ここでセネガルが入場してきます。身体能力においては大会ナンバーワンの持ち前のスピードと高さ、そして世界最先端の技術、その科学的さ、さあこれで3カ国、この大会開幕のセレモニーが終わると、日本対イタリアの一戦が、よしみんな聞け、いよいよ今日から各自これまでの、はい、うん、それでは今日のみんながプレマッチで見た、特にゴールキーパーのヘルナンデスは、彼からゴールを奪うには、はい、そしてはい、一方そのイタリアの彼は体のけれど、自分からパスを、だから対策として逆にボールを持って、もちろんルーツでも、では翼、はい、みんな、俺たちは日本、みんなフランスの大会の、俺たちが力を合わせ、ザークは勝手に、いいか、あいつ、さあついにそのオープニング、アズーリの名で親しまれる青の湯、開会式の入場行進を終えた各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力、間もなく今日はよろしく、ああ、いい試合をしよう、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの、そうはいかない、いつまでも喋ってるん、あのキーパー、イタリアジュニア、クソ、ヨーロッパチーノヘルナンデス、いよいよだ、大空翼を、日本がワールド、とてつもなく大きな夢の、